作戦に従いエリアを掌握するには敵拠点の制圧が求められ、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。攻撃に移れ。共和国軍アタッククルーザー攻撃側分離主義側2回言っちゃったけども、で遊んでいきましょう。クローンの拠点を1つ確保し、このセクターを制圧しろと練習していきますか。昨日に引き続きデストロの練習のためにこのE11D。 視感覚が若干あるから危ない。しっかりエイムし、しっかりエイムで戦おう。ちょお前いつからそのちょ待った、やめて。急に出てくるやん、真横から。グレネードを使う。グレネード正面もいるか。見えん、いる。ちょ分からん。グレ欲しい大量に来るな。ヒーローはどうしようか。一番低いのはデュークか。君を倒せばその大義も共に終わる。オフィサーやヘビーを使った方が戦いやすいのは間違いないんだが、へし折ってくれよ。戦う前に敵の心をへし折る。すいません、超絶バトル繰り広げてる人がいる。正確に跳ね返して倒す。無理だった。モクモクしてる。敵のヒーローを誰か撃った。ここは右なのか左なのかというところ。中学校もナイス。ナイス。あ、いるじゃん。を進めた方が良さげな感じ。これどっから来るんだっけ。こっから来るっけ。意外とな、忘れちゃうよね。上にはいるな。来てるでしょうか。今から考え直しても遅くない思い上がりすぎだ。そこからも来てるのか。なんか裏も入られる。他の反抗者どもを消せ。一人のコラスだ。ナイス。いいよ。逆にもう A の方が進んでいる。 A 行くか。待て。
結構みんなイケイケだね。で今度は B の方が進んでるじゃないか。上にいる？後ろにいる。上にいるのかーい。ジオノーシスからタイスまで、君は私を倒せない。今日も同じ。誰と会話した？あ、アナキンか。当たり前の攻撃は使うな。型を外れるのだ。はい、マスター。グレが多すぎる。あそこの真ん中にいるのズリーな。落下誘っとるやん、あれ。危ねえって。落下誘うのやめような。一番悲しい死に方するじゃないか、落下が。もはや強座の。やめておきた。いや、そのギリギリ攻めてくんな。マジギリギリ攻めてくるやつ許せねえよ。俺の操作ミスを、俺の操作ミスを狙ってやがる。操作ミスね、操作ミス狙いやめてくれ。な反抗者どもを消せ。これが死の教え。やるね。あ、死ぬね。ちょっとスタミナ。後ろかもしれない。相手よ、目の前の報酬に目を奪う。なんか後ろにいたな。終わりにしよう。あ、うん、やべやべ。おはい。アナドラン。よし、続け。いただいておきましょう。いや、落下狙ってくるのやめてくれよ。お前たち私の操作ミスを狙っているのか。グリーバスいけいけやな。あ、中爆かこれ。痛い。スタミナがね。待ってる。角待ちしてる。角待ちグリーバス。シスにかなと思ったが。よ。この寄せ集めとも今日で学ぶはず。いいよ。まあ、次最後にヒーローが来るところだけしっかり見た方がいいね。そこだけかな、心配。心配なポイントは。まさか恐れてはいない。オーケー。攻撃は成功。セクターを制圧した。
私の高度な戦術能力が分離連盟に勝利をもたらしたのだ。いや、落下狙ってくる編成怖え怖え。んじゃないでしょうか。デストロの練習もできたし、なかなかドゥークも、まあ、そもそもヘイトを買ってくれたグリーバスのおかげな気もするけどな。まあ、来週はまたスパイラル獲得 BB9E 使っていこうと思います。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。